ほう、連邦の犬どもがここまでたどり着くとはな。ジェリーボス、これ以上人々を苦しませるのはやめるんだ。私はファーゲット人の悲願を実現させようとしている。地球からこの星へ飛ばされたムーア人たちは何千年もの間地球へ帰ることを願い続けていたのだ。それで侵略か。帰るだけなら他の方法もあるだろう。母なる星の恩恵を無駄に消費し続けてきた地球人はそろそろ苦難の道のりを歩み出すべきではないか。故郷を追われたムーア人のように。それはお前の決めることではない。神が決める運命とでも言うのか。ならば私が神となろう。すでに私は創造主を手にかけた。神が全てを生み出したというのなら私はその座を奪い取るまでだ。そんな勝手なことは許さないぞ。私は自分の命を守るために戦っている。それさえも許されないというならなぜ私を生み出した。これ以上の言葉は不要。強い者が生き残る。自然の摂理ではないか。さあ、貴様らがいかに無力な存在であるか思い知らせてやろう。無理、無理だって。慎重に行きましょう。この私が人類へ引導を渡してやろう。イモータルテンペスト。やることの魂を引きずり出し叩きつける。ハート。はい。ですよ。手ごわそうだぞ。運命を受け入れろ。これは神による粛清だ。審判は下ったのだ。
過ぎ去った時を戻せはしない。眠りにつくがいい、永久に。レーザー、ロックライン。なれるはずだ。こんなもんね。やったか？倒したの？結局、奴も生きるために必死だったんだな。強大な力を持ったとしても、人は脆弱な精神を克服できないものなのか。力が弱いからこそ、強い精神が育まれるんじゃないでしょうか。そうだな。ロークの人々を見ていると、まだまだ人間の可能性を信じられる気がするよ。艦長、私たちも負けていられないですね。みんな、本当にありがとう。俺はお前たちと一緒に旅ができて、結構楽しかったぜ。お礼なら逆に言いたいくらいさ。みんなと出会えたことが、自分にとって本当の実りだったような気がします。ラティ、元気出しな。私は今回のことで、自分たちの住んでいる場所が、いかにちっぽけなところだったのかって気づかされたよ。私と別れるのが耐えられないのね。大丈夫、きっとまた会えるわよ。さようなら、みんな。らしくねえ。やっぱり心残りのまま戻れねえぜ。シウス？ラディ、こうやって目を閉じると今までの戦いの日々を思い出すんだ。ああ、世界中を旅したよな。お前になら背中を預けられると俺は信じている。だからこそ確かめたいんだ、お前の剣の腕を。頼む、俺と戦ってくれ。わかった。シウスも本気を出してくれよ。当たり前だろ。手加減して勝てるなんて思っちゃいねえぜ。行くぜ。はっはっ、交流派。はっはっ、交流。
もっと歯応えが欲しいな。やっぱり強えな。まだまだ俺の剣が未熟だってことが分かったぜ。何言ってるんだ、シウスの立ち筋も取り入れたんだぞ。そうやって何でも吸収して自分の力にしちまうのがお前の強さなんだろうな。負けても晴れ晴れとした気分だぜ。ナディ、元気でな。さようなら、シウス。みんな行ってしまったわね。エリアさん？あなたと一緒の星に生まれていたら、私。ミリーを大事にしなきゃダメよ。あんないい子、めったにいないんだから。イリア、いいのか？ええ。ダディとの内緒話はもうおしまい。うん。それではロークに向かうぞ。どうしても行くのか？ライアス様もお前を引き止めようとしないし、どうして？まだダメなんだ。え？300年後まで名が届くような剣士にならねえと。親父もシンクの盾も、もちろんあいつもお呼びもつかないような。分かった。でも必ず戻ってこいよ。待ってるからな。ああ、見てろよラティ。エリス、僕は記憶を紐解きながら、あなたと旅してきた道のりをもう一度歩いています。思い出すのは後悔ばかり。でも、この旅が終われば、僕は新しい道を歩き始めるつもりですよ。ここでの役割はもう終わりかな。いろんなことがあったよね。でも惜しいことしたわ。ラティって結構かっこよかったのよね。きっと今頃ミリーとイチャイチャしてるんだわ。ミリーに遠慮なんかしないで奪っちゃえばよかったかしら。ロニキスはイリアとうまくやっているかしら。結婚とかしちゃったりして。あー、でもああいうかっちりした人って子供ができたら呆れるほどの親バカになりそうよね。イリアも大変だわ。今度こっそり会いに行ってみようかしら。今度こそ本当のお別れですね。ああ、でもまた迎えに来るかもな。
そうならないことを祈るわ。また遊びに来てくださいね。いつでもってわけにはいかないけど。そうだな。でもロークはこのまま発展しない文明の方がいいのかもしれないな。そうね。発展しても空気はよどみ、水は汚れ、木々は死に、何もいいことはないかもしれない。そんなことはないですよ。その発展のおかげで俺たちは会えたし、ワクワクするような冒険もできた。大丈夫です。俺たちはロークをより良くしていきますよ。そうだな。またその頃に来てみるよ。じゃあまた。あなたたちと旅ができてよかったわ。これからが俺たちの本当の冒険の始まりなんです。